マサヤくんとしんのすけは、わがんま恐竜 WQ に水をかけて、落ち着かせたらここに連れてくること。あれやな、ちょっと自分で決めた名前やけど、言いづれ。今日から朝の体操に、ブーちゃんが参加します。ブーちゃん。ブーちゃんもやってきたよ、ついに。ついに。来た来た。素晴らしい今日が来た。あれやんね。ここの子供たちは、もともとのカスカベ防衛隊の子たちに比べたら色が黒いんやね。そういうことやね。みんな元気だな、朝から。てか、賑やかやね。こんだけ集まるの。では、いただきます。いただきます。いただきます。そうだ。昨夜現れたステゴサウルスの呼び名を決めないとね。しんちゃんならあの恐竜をなんて呼ぶ？お、またしても。ステゴン、お背中ギザギザ、わがまま恐竜ダブルキュー。何ダブルキューって。ステゴン。なんか、わがまま恐竜ダブルキューにしよう、なんとなく。わがまま恐竜ダブルキュー！めっちゃ呼びにくいけど。そしてまたまた。超呼びにくいけど。ネームが決まったよ。どこから来とんか全くわからん。ここ数日テレビのニュースを見ると、恐竜の悪い噂ばかりが流れていて、なんか嫌だなぁ。まあ、恐竜のいい噂っていうのもちょっとよくわからんけどね。公平に良いところも取り上げてほしいなぁ。確かにこの頃。良いところってなんなんやろう。まあ、心優しいとかもあるんかな。プーちゃん助けられたし。スイカ畑を荒らされた。鉄道の線路を食べられた。悪いところの方がインパクトが強いんじゃないかい。洗濯物を盗まれた。ご婦人の化粧のノリが悪くなった。それは関係ないんじゃないの。なんか何待機中になんかマスコミ経由そういう成分を発してるんすか。恐竜の悪い噂ばかりが広まっていたのです。しょうがないっちゃしょうがない気がするけど、このままでは恐竜が警察に逮捕される。そんなことはないんじゃないかな。という話もあるんだよ。どこであるんだよそんな話。さてと、そっか、ご飯中やったっけ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあこれでさ、ステゴサウルスもまたその辺歩き出すのかな。外に出ると、あ、キネちゃんはそんなに黒くないね。男の子だけかな。なあ、しんのすけは恐竜のことをどう思う？恐竜はおとなしいし、いい子たちなのに悪者扱いされているのよね。許せないわ。そこで恐竜が僕らと仲良しで害がない存在だってことを分かってもらうために良い方法を考えたんだ。カズマくんとキネちゃんはかわいそうな恐竜を、かわいそうな恐竜なのか。結構いろんなことされてる気がするけど、子供と恐竜が一緒に街を練り歩き、彼らが安全であることをアピールする。本当に大丈夫なの？食べられない。仲良しパレードを企画したのです。草食竜ばっかりなのかな、わからんけど。ハートマークも草食やっけ。しんのすけも協力してくれる？この危機を乗り越えるためには一致団結しなくちゃダメだ。団結？じゃあまずはみんなで霧島ストアの前に集合ね。無視されてるよ。しんのすけも早く来いよ。ふふーい。もっとちゃん、もっとちゃんじゃないわ、あれ誰やったっけ。ララコ？ヨヨコ？この子はまだ悩んでいるのかい。もし将来ララコに仕事がなかったらここで働かせてもらおうと思ってるんだ。どういうこと？旗を売る仕事ならうまくできそうなんだもん。自分とこで働こうよ。電気で動く道具を使わないから、ララコでも壊さない。旗折り機壊れそうやけどな。そんなことないんすかね。霧島ストア前に行けばいいんでしたっけ？おお、通ってるね。ステゴサウルスも、その辺を自由に歩き回り始めるんかな？来たよ、来たよ。どうも。よし、これでみんな揃ったな。では、今日の計画を発表する。恐竜を3匹ともここに集めて、僕らと一緒に仲良く行進するんだ。パレードだね。でも、本当にそんなことできるのかな？とか言うこと聞いてくれるのか？恐竜たちは。最初の2匹はおとなしいから言うことを聞いてくれるけど、昨日の夜やってきたわがまま恐竜 WQ が問題なんだ。
まあもう名前にわがままって入っとるしな。お噂をすればなんとやら。お、来たよ来たよ。すごいドシンドシン言ってるな。この辺に寄ったらなんか昼寝とかはできそうにないね。あやつ、背中が赤く腫れていたぞ。そのせいで機嫌が悪いのかもしれん。そうなのよ。どうしてもあの子だけ言うことを聞いてくれないのよね。あとの2匹は言うこと聞いてくれるんやね。いい子や。どうすればいいんだろう。晴れを収めるには冷やすに限るでござる。そうすれば解放に向かうはず。辛いカレーを食べたとき、水を飲むのと同じでござる。水？じゃあこうしよう。シャワー？まさやくんとしんのすけは、わがまま恐竜ダブル Q に水をかけて、落ち着かせたらここに連れてくること。あれやな、ちょっと自分で決めた名前やけど、言いづれ。実況に向いてない名前。残りは、キネちゃんは頭ちゃん。ブーちゃんはハートマークをよろしく。あー、あとの2匹がすごく言いやすい。どちらもおとなしいから一人でも大丈夫。カズマくんは？僕はみんなに指示を出す係だから、ずっとここで待機。自分だけそういうずるい。それはずるいよ。恐竜が怖いのかしら？そんなことないよ。言い出しっぺやしね。よし、じゃあ僕もしんのすけたちと一緒に、わがまま恐竜ダブル Q を連れてくる。大丈夫？それでいいだろ？おとなしい方に行った方がいいのでは。みんな、納得。背中に水をかけるの。お風呂にでも入れる？うふん。どういう？そんな巨大なお風呂ないやろ。僕にいいアイディアがあるよ。ほら、あそこ。なに？湖とか？川？ツンツン橋。あれは水道橋だから橋の上から水を出せるんだ。そうなんや。あそこに恐竜をおびき寄せて水をかければいいんだよ。僕も今同じことを考えていたんだ。本当かしら。では作戦開始。キネちゃんとブーちゃんは担当をよろしく。こっちのチームはとりあえず水門のところに集合ね。みんなすぐに来るんだよ。では、阿蘇防衛隊、ファイヤー！ファイヤー！よき塩梅。そっか、おったっけ。大人もおったんやったっけ。水門に行く。どこだ、水門は。こっちってことでいいんかな。どこ、こっち？おや？遺跡発掘中の当選簿看板がなくなっていますよ。あ、これで行けるようになってるわけやね。行きます。こっちで合ってますでしょうか。どこ？水門。あ、こっちでいいの？ちょっとわからないんだけど。どこ？あっち、あっちだな。待って、こっちじゃないんじゃない？ちょ、お、電車が来る、電車が来る。こっちじゃなくって、こっちか。ぽいね、ぽいね。なんか落ちとるよ。イエーイ！山桃を手に入れた。あ、来た来た。ここか。しんちゃん！来たよー。大人に頼んで水門を下げてもらったんだ。これで行けるように。これでツンツン橋から水が流れているはずだ。おるよおるよ。わがまま恐竜ダブル Q。晴れとるってなんか、トゲみたいなのが一個赤くなっとるやつかな。いいかい？しんのすけはここで、わがまま恐竜ダブル Q の気を引いて、ツンツン橋の下まで誘い出してくれ。ほらとお茶しない？そんなんで来るわけないやろ。しんちゃん、そういう誘い出しじゃないよ。ではこれですかな。ケツだけ精神。いや、何誘われたの？反応したよ。なんか気になっとるみたいやけど。ちょうど通りかかったあの恐竜が興味を持って、めっちゃ吠えてる。しんのすけを追いかけてきた。マジでめっちゃ怖いやん。超怖いやん、恐竜が追いかけてくるって。ビリビリ。
死したい。余裕だな、おい。まあ、一応足は遅いのか。追いかけてきて、そのスピードなら。ブリ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 。めっちゃ冷静に二人見よるけど。虹がかかっとるよ、虹が。お。あ、そういう感じなんや。へぇー。シャワーやね、シャワー。どうだい？勢いありすぎて痛かったりとかせんの、これ。背中の腫れてたのが。うわ、一気に。マジで。腫れとったどころか、なんか折れてなかった？治ったぞ。背中に水をかける作戦は大成功なのでした。よかったよかった。まあこれで機嫌も治ったかな。木曜の朝、3匹おるぞ。子供たちは恐竜を救うため一致団結。恐竜と子供が一緒に町を練り歩き、恐竜が安全であることをアピールする仲良しパレードが始まります。これはもう確実に新聞の一面になるやつやね。やっとみんな揃ったわ。確実によかったね。本当にどうなるかと思ったよ。近くで見る恐竜、あとの2匹はもう普通に素直にやってきてくれたんよね。では恐竜パレード。もぐもぐ恐竜ダブル Q。 もうおとなしくなったね。出発。おー、進化。人の言うことがわかるのか。ね、きっちりきっちりついてきてくれよる。ほら、みんなすごいにこやかに見よるし、多少は何かあったら助けられるような感じでさあしといてくれた方がいいのでは。子供だけで、まあ、周りこんだけ大人がおったら大丈夫かな。てか悪の博士はさ、こういう光景を望んどるわけじゃないんじゃない？その一部始終を見ていた悪の博士は大激怒。ですよね。なぜみんな我が輩の恐竜たちを怖がってくれるのだ。野望を邪魔された悪の博士はもうすごい生活に馴染んできとるけど、さらなる敵対心を燃やし始めた。敵対心。我が輩の邪魔をする連中を懲らしめる方法はないものか。とりあえずおにぎり食べて考えよう。まあ腹が減ってはね。なんとやらと。じゃあみんな解散。アッソ防衛隊ファイヤー。解散するときもそれないよね。ファイヤー。これから何かをするぞっていう気合にしか聞こえんけど。恐竜はオラの友達だ。終了。一つのストーリーということかな、これ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、恐竜たちはまたみんな定位置に戻ったんかな。定位置っていうか、頭ちゃんめっちゃ動きまくるやけど。え、わがまま恐竜 WQ は、頭ちゃんと同じようにその辺歩き回りようかな。